焼失面積およそ4万9000平方メートル。地震から5ヶ月が過ぎても未だ焼け落ちた建物の残骸が横たわる輪島市の朝市通り周辺。公費解体をめぐっては所有者全員の同意が必要とされていましたが、今回法務局の職権で建物としての機能が失われたとする滅失登記の手続きが264棟で完了。所有者から申請があったおよそ100棟について今日から解体作業が始まりました。この場所で漆器店を営んでいた男性は、いつまでも悲しんでばっかりおらねえしね、早く次の一歩踏み出したいし、そこの公費解体が進んでって、これは決してマイナスじゃないんで、プラスの方向なんで、それに対しては良かったなと思います、素直にね。また各地に出向く出張輪島朝市に店を出しながら、金沢市内で避難生活を送っている女性は、いつ行っても輪島の町何も変わってないから、変わった感じがしないから、一日でも早くね。輪島市の坂口市長は、ようやくという感じですね。なぜ公費解体が進まないのかといったことは、市民の方からもですね、それからいろんなところからそういったご意見をいただいておりましたので、これをきっかけに公費解体もですね、一気に進めていきたいというふうに、皆さんの力を借りながらやっていきたいというふうに思っています。市によりますと、滅失登記は完了したものの、今回解体の申請が出ていない残り160棟余りについては、所有者に申請を呼びかけるとしています。また輪島市全体では昨日時点で公費解体が完了したのは、申し込みがあった5152件のうち121件で、おとといの震度5強の地震を受け緊急解体を進めるなど対応を急ぐとしています。今日行われた県議会定例会の一般質問。珠洲市で初となる木造長屋30戸が完成する予定です。長谷知事は今日、来週10日に珠洲市で初となる木造長屋型の仮設住宅30戸が放流町に完成することを明らかにしました。この住宅は世界的建築家の坂茂さんが設計していて、入居期間終了後は希望すればそのまま住み続けることが可能です。災害公営住宅として継続してお住まいも可能ですし、いくつかの選択肢をお示しをするということも、もう考えていかなければいけないと思っています。一方、長谷知事は今日、奥能登西2町で建設を予定する仮設住宅5503戸のうち、先月末までに6割を超える3686戸が完成したことを報告しました。また長谷知事は、地震で被災した神社や仏閣について再建を支援する意向を示しました。宗教施設は政教分離の観点から行政の支援は受けにくいものの、能登の心の拠り所となっていることから、使い道の自由度が高い復興基金を活用する方針で、長谷知事はどういった対応ができるか速やかに検討したいとしています。地震後初めて金沢港にセメント船が入港していきます。今朝、金沢港に入港したのはおよそ4200トンが積まれた巨大なセメント船です。地震前は金沢港と奈良港で受け入れていましたが、船から地上のタンクにセメントを送り込む配管が損傷するなどし、両港とも使用できない状態になっていました。震災以降は富山や福井などから陸路で供給していましたが、金沢港の配管が一部復旧し、一度に大量に搬入することが可能になりました。これにより被災地へのコンクリートの供給が効率化されるということです。一度に大量のセメントが取り扱うことができるようになったということですので、その復興の方の加速化といいますかね、そ
そういうことにつながるのかなというふうに思っています。今回運び込まれたセメントは地盤改良などの復旧工事に使用されるということです。和太鼓の大合奏で幕を開けた金沢百万石祭り。100人を超える奏者の中には唯一能登から参加した人がいます。輪島市に住むプロ和太鼓奏者今井すばるさんです。父親の勧めで和太鼓を始めたのは小学3年生の時。その後プロの奏者となり世界各国で公演を行うなど活躍していましたが、元日の地震で生活は一変しました。まあ、とにかくなんか一日一日生きようみたいなふうには思ったかもしれないです。なんかあまり考えれてなかったかもしれないです。家は傾き、停電や断水の影響でおよそ4ヶ月間避難所生活を送った今井さん。太鼓に触れられない日々が続きましたが、廃校になった地元の小学校の体育館を借りて練習に励んでいました。ただ今もなお練習が再開できていない仲間もいるといいます。こう太鼓を続けたいとか、なんかこういうなんか文化をずっと守っていきたいって思ってる人がもう熱い人たちばっかりだと、僕も私も頑張ろうって思ってもらえるような演奏にしたいです。そして迎えた百万石行列本番。おはようございます。今日もよろしくお願いします。天気にも恵まれました。今井さんは大合奏を行うメンバーの一人として朝から準備に奔走。暑いやろうな、みんなありがたいね、本当に。これは頑張らないですね。ね、ここの太鼓が見たくて、これ生で見たいよね。なんか迫力、音の迫力とかね、ありそうだな。今井さんが叩くのは大太鼓。出発式の始まりを告げる合図を打ち鳴らします。もうちょっとで本番が始まるっていうので、もう僕はもうワクワクしてます。まあ、僕の音もみんなの音ももう届けと思って一撃一撃頑張って打ちたいと思います。衣装に着替え、本番の時間まであとわずか。沿道には大勢の観衆が集まっていました。83年最高の演奏にするぞ。この奏者が誕生したことを記念するお祝いの行事です。熱い思いを届けるその時がやってきました。5分の演奏で今出せる全てを出し切りました。なんかすごく迫力あって嬉しいから、なんかすごくジーンときました。どうでした？最高。最高でした。すごい感動しました。また来たいです。なんか夢のような時間でした。なんかいろんな人に会ったり別れたりいろいろしましたけど、本当に最終的にこうやって集まれていろんな思いで最高の学校でできました。ありがとうございました。一方、金沢城公園でも金沢と能登をつなぐ催しが。
披露されていたのは輪島市の御神所太鼓です。そして会場には能登応援コーナーとして海産物や輪島塗などの販売ブースが設けられていました。地震のこともあって輪島ちょっとでも応援できたらなっていうのもあったんで良かったです。さらに能登の祭りに欠かせない切り子も展示されていました。この切り子が保管されていたのは輪島切り子会館。元日の地震で館内にあったおよそ30基の切り子はほとんどが倒れたりして修復が必要な状態になりました。こうなっていく様を2階のあの方向をですね、あの2階の方向から実は見てまして、崩れていくとですね、捕まって立ってるのが精一杯だったんで、もう見てるしかなかったですね、はい、無傷で残っていた切り子はわずか3基。被災した切り子は修復の目処が立っていません。こうした中、百万石祭りの実行委員会から切り子を展示したいという依頼がありました。まあ、一つ復興のですねきっかけというか、はい、まあ、希望の明かりになればなという思いはありますね。との、まあ、シンボルみたいなものですからね、はい。展示されることになったのは全体に輪島塗が施された切り子。搬出と組み立てを担当する職員たちも気合が入ります。今道が考えたら非常に悪いですからね、まあ、ゆっくりでもいいんで無事にね、はい、きちんとみんなで組み立てていただいて、はい、見ていただきたいなというのは思いますね、はい。輪島から金沢まで100キロ余りの距離を慎重に運んでいきます。出発からおよそ3時間後金沢城公園に到着し、早速組み立てが始まりました。行きましょう、せーの。そして翌日、切り子の周りには多くの人が集まっていました。大きくて色も綺麗ですごいかっこいいなって思いました。祭りで使われる太鼓の体験も行われました。なんか嬉しいですね、あの石川が一体になった感じがあって、はい、新年無事やったんだな、ね、よかった、ね、よかったなって思います。すごい大盛況で本当にあの参加させてもらってよかったなと思います。石川県一丸となって、あのいろいろと観光面でも今後あの復興もそうですけれども、あの盛り上げていけれたらなと思います。大盛況のうちに終わった今年の金沢百万石祭り。能登とのつながりを深め復旧復興の思いを込めた特別な催しとなりました。総会にはおよそ130人の会員が出席しました。コロナ禍で能登半島地震で観光産業や農林水産業などが大きな被害があったことを受け、創造的復興に向けて若い世代が将来に希望を持てるよう再生ビジョンを報告、食や祭りなど観光資源のブランディングや輪島塗など伝統産業の高付加価値化、
脱炭素を目指した新技術の実証や新たなビジネスの創出などが策定されました。北陸経済連合会ではビジョンの実現に向けて国への要望や具体的な事業を計画し、能登の産業復興に向けて活動をしていきたいとしています。この訓練は大雨による水害を未然に防ごうと金沢市中央消防署などが毎年梅雨を控えたこの時期に行っているものです。今日はゲリラ豪雨で街中が浸水したという想定で救命用のボートを使った訓練が行われました。隊員たちは折りたたみ式のボートをプールに浮かべ息を合わせてパドルを操作したりロープを使って救助者をピストン搬送するなど連携を確認しました。水害に関しては今天気予報の精度もかなり上がりまして、いつどこで、どの程度の雨が降るかということがほぼほぼ予想できる、状況になってますので、いち早い事前の対応をしていただければ。消防では本格的な梅雨の時期を迎える前に避難場所を確認しておくなど大雨への備えを呼びかけています。多くが焼失した輪島市の朝市通り周辺では建物としての機能が失われたとする滅失登記の手続きが完了したため所有者の公費解体の申請が簡略化されることになりました。これにより一気に申請の受理が進み、朝市通り周辺の100棟について今日から解体作業が始まりました。とにかく片付けるの、そこが我々の責任だと思ってますので、その先を見据えるためにも一日でも早く解体を進めたい、そんな思いです。また輪島市ではおとといの震度5強の地震により損傷した家屋の崩落や倒壊が相次いでいることから、市が地元業者に直接発注できる緊急解体を再開させるということです。